ギルバート・スチュアートがの2代リンスター公爵、第2代リンスター公爵、ウィリアム・ロバート・フィッツ・ジェラルドは、イギリス及びアイルランドの貴族、政治家。1749年3月12日、初代リンスター公爵、ジェームズ・フィッツ・ジェラルドとその妻エミリアの間の、長男として生まれる。イートン校を卒業後、1767年から173 17年まで、 ダブリンシティ選挙区から選出されて、ホイック等のアイルランド議会庶民議員を務める。1773年11月19日に、父が死去し、第2代リンスター公社区位を継承した。1777年に、アイルランド数密顧問館に就任。1788年から1789年まで、アイルランド記録長官。 1795年から1797年までアイルランド王書記長を務める。またフリーメイソンのアイルランドグランドロッジのグランドマスターを務めた。1804年10月2日に死去した。1775年に初代セントジョージ、男尺セントジョージセントジョージの娘、エミリア・オリビアと結婚し、彼女との間に以下の旧死を設ける。ありがとうございます。